ミッコエスコはフィンランドの男子バレーボール選手。バンマラ出身。ポジションはセッター。フィンランド代表。1995年、フィンランドバンマラのクラブへ入団。サボのクラブ在籍時の1999年にリーグ優勝を飾る。ドイツ分でスリーガを経て移籍したベルギーリーグのノリコマーサイクでは2004年のリーグ優勝とカップ優勝の2冠を経験した。 インドアの他にビーチバレーの経歴があり、国内選手権で2度優勝している。クロアチア戦のエスコ2005年からセリエ A プレーの場を移すと、3シーズンプレイしたパドバで、セセッターに定着。3年連続で、セリエ A のオールスター戦に出場するなど、イタリアでキャリアを積んだ。2009年、モンティキアーリからモデナへ移籍した。22歳で、 フィンランド代表のセッターに選出され、2000年5月3日に行われたエストニア戦で代表デビューを飾る。予選を勝ち抜き10年ぶりの出場となった2007年、欧州選手権ではチームの司令塔として活躍し、フィンランドを初の準決勝の大舞台へと導いた。2009年からナショナルチームのキャプテンを務め、2009年、ワールドリーグでは、 インターコンチネンタルラウンドのベストセッター部門1位となった。ありがとうございます。